はい、おはようございます。スーパービートクラブでございます。雑談お届けしてみたいと思うんですが、今ねこのラジオ収録してますのが今日がね8月の22日木曜日でございます。今日ねお話ししてみたい、内容というのがですね、昨日まあちょっとねまああった出来事というかね、まあ昨日とある方とね、まあ会話をしてる際に、なんかね、面白い話を聞いちゃったんでね、そんな話をね、してみたいと思います。昨日、8月21日なんですが、まあ私ね、ちょっと仕事上のね、お付き合いの関係でね、大阪の、まあ取引先の方とですね、昨日、まあほぼ丸1日かな、朝から夕方ぐらいまでね、ずっとね、ちょっと一緒にね、仕事をしておりました。うん。まあ、仕事をしてたって言ってもね、まあ、営業活動なんでね、お客さん先に、まあ、何件かね、回りながら、まあ、その方とね、一緒に回りながら、まあ、営業活動をね、してたんですが、まあ、そんな、その方とですね、あれだ、車でね、まあ、運転しながら、まあ、いろんなお客さん先をね、回ってたんですが、まあ、そんなね、車でね、移動してる道中にですね、まあ、いろんなね、会話をしてたんですよね、うん。その中でね、ちょっとね、面白い話をね、聞きました。それは何かというとですね、まあその方ね、普段ね、関西にね、住まわれてる方で、会社がね、まあ大阪にある、っていう方です。まあ、自宅からね、会社のある大阪市内のね、事務所までね、だいたいまあ通勤、電車で1時間ぐらいかかるらしいんですが、うん。まあそんなね、毎日ね、こう電車で通勤してる中で、まあ最近ね、ちょっとね、面白い方をね、見かけるんですよっていうね、話をしてたんですね。うん。面白い方。まあそれはどういう方かというとですね、空調服を着たサラリーマンをね、最近ね、たまに見かけるんですよっていうふうなね、話をね、しておりました。空調服。まあね、皆さんご存知の方もね、多いかと思いますが、よくね、建設、現場なんかでね、こういう、夏場にですね、まあ、暑さをしのぐため、熱中症対策のためにですね、こう、上着、特にね、上着かな？上着がね、こう、膨らんでる方いらっしゃるかと思います。服にね、扇風機がついてて、で、まあ、その服の中にね、風を送って、まあ、体をね、まあ涼しい状態を保つっていうですね、そういう空調服っていうのがね、あって、まあ最近はね、結構建設現場なんかでね、空調服着てる方がね、非常にね、多いなっていう感じで、まあ、私着たことはないんですけど、なんかだいぶいいらしいですね。うん。ちょっとね、まあ空調服着てる方はね、多いんですけど、まあそんなね、空調服、まあ、ほとんどがね、まあ、建設現場でね、来ている方。あとはね、たまに農作業なんかでね、来ている方は見かけたりはしますけど、まあ、普通のサラリーマンがね、空調服を着てるっていうのはあんまり見たことないかなと思うんですが、関西の方ではね、その空調服をね、着て出勤するね、サラリーマンの方がね、たまにね、いるそうでございます。いやー、空調服ですよね。いや、すごいなと。まあ、確かにね、昨日も、まあ、とあるね、方と、まあ、いろんなね、こう、移動先でね、まあ、会話してたんですけど、やっぱりね、通勤、自宅から駅まで行くのに、そしてね、駅から、会社までね、行くのに、やっぱりね、外に出ると、もうね、朝からもう、暑いというところで、いや、もうたまんないな、というようなね、感じらしいんですけど、うん。まあ、そんなね、暑さをね、しのぐために、まあ、空調服っていうのもね、いや、確かにね、それはそれでね、一つね、ありなのかな、というふうにね、思いました。まあ、ただね、その方ね、言われてたのが、その空調服をね、着て、まあ、電車に乗ってる方、やっぱりね、こう、朝晩はね、まあ、通勤ラッシュっていうのもあってですね、結構ね、電車内はね、混雑してるらしいんですよね。うん。まあ、そんなね、混雑してる中、まあ、空調服をね、そういう車内でね、着てるとですね、何が起きるかというとですね、まず、うるさいと、いうので、空調服ね、まあ、近くでね、着てる方見たことあるかもしれ、近くでね、空調服をね、着てる方、近づいたらね、聞き覚えあるかもしれませんが、なんかね、高音のね、音がやっぱりするんですよね。こう、やっぱり扇風機、ファンがね、回ってますんで、ウィーンとかっていうね、このファンが回ってる音がね、するらしいんですね。うん。で、基本ね、電車の中っていうのは、まあ、皆さんほとんど、無言でね、まあ、自分の読書したりとかで、まあ、音楽聴いたりとか、あとね、スマホをいじって、たりとかっていうふうに、いろいろ皆さんね、各々、おしゃべりせずにですね、まあ、いろんなことをね、されてるかなと思うんですけど、まあ、そんなね、静かな空間の中、ウィーンっていうですね、この、まあ、空調服のね、このモーター音がですね、すごい、この車内にね、響いてるというところで、これはどうなんだっていうふうなね、ことをね、言っておりました。うん。
まあ、あとはね、空調服。どうしてもね、こう、体がね、膨らむと。うん、ジャケットはね、膨らみますんで、まあ、若干ね、こう、周りの方にはね、迷惑がなるのかな、というような感じですね。うん。まあ、ただ、その、電車内はね、すごくね、やっぱり涼しくなってますんで、その涼しい空気をね、まあ、モーターでね、扇風機でね、この服の中にね、取り込むっていうような、ことを考えると、まあ確かにね、涼しいんだろうなと、その方にとっては相当涼しいんだろうなというふうにね、思うんですよね。うん。なので、いやー、なんか、うん、我々こう、サラリーマンもこう暑いと、まあ空調服採用するともう一つありなのかなというようなことをね、ちょっと思いました。まあ私はね、営業マンなんで、まあお客さん先に行ってね、ピチャピチャと喋るっていうね、だけなんですけど、まあ私の会社の中にもね、技術的な、エンジニアなんかもいますんで、まあハード系のエンジニアがそうですよね。うん、ソフトエンジニアとかあんまり必要ないかもしれないですけど、ハードエンジニア、ハード系のね、エンジニアの場合には、うん。まあ場所によってはね、エアコンが効いてないところなんかもね、あったり、まあ修理とか、保守メンテナンスとかね、する際に、エアコンが効いてない場所なんかもね、あったりすることもありますんで、まあそういう時にはね、空調服っていうのはね、あればね、うん、これは強力なんかな、というふうにね、思った次第でございます。はい。まあね、そんな、うん。なかなか、どうなんでしょう。首都圏ではね、そういう方ね、いらっしゃるのかどうか知りませんが、昨日ね、聞いた方だと、昨日聞いたね、方だとね、たまに見かけますよっていうふうにね、言っておりました。で、その方もね、まあ、朝晩のね、通勤、自分が乗ってるね、その、路線にはね、まあ、なんかいつもね、来てる人をね、見かけるんだってことをね、言ってましたんで、まあ、関西でもそんなにね、続出してるわけではないかと思うんですが、なかなかやっぱりね、関西の方、面白い方いらっしゃるんだな、というふうにね、改めて思った次第でございます。はい。まあ、私はね、まあ、今、ちょうどね、マイカーでね、通勤してて、まあ、車で、まあ、通勤してるんで、まあ、私の場合ね、まあ、すごくこう、エアコンが効いた、まあ、車の中でね、まあ、会社までね、向かってますんで、まあ、空調服はね、いらないかな、というところなんですが、うん。まあ、なんか、昔からね、やっぱりね、空調服ってね、若干ね、興味はあるんですよね。うん。興味はあるんですけど、空調服ってね、意外と高いんで、うん。なかなか、手が出せないな、というふうにね、思ってるところでございます。はい。まあ、ちょっと興味あった。まあ、どっかのね、タイミングでね、まあ、購入できるようなタイミングがあれば、もしくは、まあね、やっぱりこう、空調服一番ね、需要がない。まあ、真冬とか、価格下がったりするんじゃないかなと思いますんで、まあ、そういう時なんかでもね、一度ね、確認してみたいな、というふうに思うところでございます。はい。ということで、今日はね、そんなこんなで、まあ、昨日ね、一緒に仕事をしてた方からですね、ちょっと面白いお話を聞きましたんで、今日はここでお話しさせていただきました。はい。ということで、今日はこの辺でお話を終了いたします。今日もお聞きいただきまして、ありがとうございました。お疲れ様です。